どうもかげやんです。今日はですね僕の好きなお弁当屋さん、えー、4選、えーとね、滋賀県大津市瀬田に住んでいる僕が、えー、思う、えーまあ、手頃でもありますし、えー、好きなお弁当屋さんよ4つをねお伝えしたいと思います。でえー、っとね昨日言ったらよかったんですけども、えー、僕大相撲がね結構好きであのー よく,よくというかまあ、えー、見れるタイミングがあれば見,れ見てますし、えー、BS の NHK でですね、えー、夜夜中にね、えー、ダイジェストというかその取り組みをずっと連続でやるやつがあるんですけどもそれをこう録画しておいて次の日見たりとかこうしてるんですねであのもう大相撲終わっちゃってあれなんですけども、えー、大栄翔さん大栄翔さんっていうのもあれですけど大栄翔おめでとうございますということで僕はねこう正代がね こう優勝争い最後までやってこう優勝を目指してほしいなと、えー、正代を応援してるんですけどもちょっとね参拝、えー、しちゃってですねほで千秋楽に大栄翔が負けたら、えー、正代が勝つとですねその直接対決があったんですけどももう大栄翔がすぐ勝っちゃったんでね、えー、そこで優勝が大栄翔に決まったと。 いうところでまあまああのー、そこで今回ね初場所は大英賞の優勝というところになりましたね。であのー、前頭ヒットなんですよね。前頭1枚目が、えー、大英賞でただ。 えー、大関陣と関脇小結びがですね全部こう勝ち越してるんですね貴景勝以外全部勝ち越しててですね、えー、下がらないという状態になるんで空きがないんじゃないかなと思ってるんですね。 で大栄翔は前頭筆頭で,です、ね、その小結びに本当は上がる状態なんでしょうけどもそこをどうするんかなと思って優勝してです、ね、前頭筆頭で、えー、昇級というか上に上がれないっていうのはちょっと、えー、変な話なんでただ、えー、全員勝ち越してるんでその下げる人間もいないというところでどうなるんかなと思ってます。 で、えー、どうかなとその辺どうしはるんかなというその、えー、大相撲がねどういうふうにするのかっていうのがちょっと次見てみたいなというところと、えー、初場所見ててね一番今強いのねあのー、やっぱテ照ノ富士やなと思います。そのえー、今関脇ですけど次大関がかかる場所になるんでしょうけども多分そのテ照ノ富士が一番実力的にはあるんかなというふうに見てて思いました。 だからガチンコでしっかり全員が調子良かったら照ノ富士は多分優勝する、えー、強さがあるんかなというような感じはちょっとしました。えーまあねえー、次また月、ね、3月場所を楽しみにしみいと思いますということで今日は、えー、といつもとは違ってですね僕の好きなお弁当、えー、近所の、ねえー、お弁当屋さんで大体あるんですけどもまず第1位,1位とかはあれですけども。 これはおととしの、えー、秋ぐらいから、えー、買っている、えー、お弁当屋さんですけどもほっこりキッチンですねホれオの近くにある、えー、お弁当屋さんでここのお弁当はですねそのすべんお弁当があってその副菜いろんなものがあるんです入ってると思うんですけどその全部がうまいということです。 全部が美味しい。えー、ということでそれがそれだけでもすごいんですけどもあとお子さんちっちゃいお子さんが食べても、えー、大丈夫な、えー、お弁当ということで、えー、健康に優しいというか体に優しいお弁当になっています。で、えー、お弁当の値段も手ごろですしその大体2種類から3種類のね、えー、弁当日替わりの弁当があってそれを選ぶ。 形になりますでまあお惣菜も売ってますほんで野菜も売ってるということで非常にねあのー、いいお弁当屋さんが近所にあるなということで、えー、僕は喜んでおりますでもう一つえー、宅配をしているしてくれるご飯や弁当というのがあるんですねご飯や弁当。 でご飯や弁当は1200円以上ね、セタのご飯や弁当の場合は1200円以上の価格やと配送、配達料が無料ということで、あのいつもね、1400円ぐらいですね、700円の弁当を2つ頼みます。で、ここのお弁当はやっぱり量ですね、がっつりあるということです。がっつり量があって、おいしいというところですね。で、僕はミックスフライ弁当とかですね、 えー、シーフードフライ弁当とかですねあとちょっとその旬のものでこう旬の弁当を頼む時もあるんですけど大体決まっているとで僕が固定電話からこう電話をかけるんですねご飯や弁当屋さんにかけたらですねもうあっちでこう登録してくれてはるんでですね、えー、もうあの相手「あの何々の何々さんですね」みたいな感じでこう言ってきはるんですねでお願いしますということで頼むということでうんとね結構ね忙しいというか流行ってるのか結構 時時間がかかる時もあります、うん、でだからそう流行ってるのはすごいなぁと思う時もありますし意外と早く来てくれる時もありますしだいたいその何もなければ11時過ぎぐらいに電話をかけて注文する形になりますし1週間に1回は頼んでるまあ今週頼んでないですけどもだいたい1週間に1回ぐらいね便利なんでね宅配してくれるんで、えー、昼ちょっとこう家族が作れない時とかねじゃあもう弁当しようかって言って弁当を を頼むとというところで、頼んでおりますで、えー、もう一つ、3、えー、つ目がですね、これがね、えー、イオンにあるオリジン弁当ですね。このオリジン弁当も結構ね、価格も安くですね、えー、美味しい、僕は美味しいと感じております。ちょっと、えー、若者向けになってくるかなと思いますね。えー、お年寄り向けというよりは若者向けの、えー、お弁当かなと。 というのはちょっと脂っっいいととうかですねちょっとそういう形油、えー、を使うような、えー、おかずが入っている弁当が多いかなというふうに思いますでも僕はオリジン弁当好きでですね、えー、昼をわざわざ買いに行くというよりもんかいいよう用事があってでそれが午前中やともうオリジン弁当買おうかなって言って買うことがありますだから 大体その定休日というのはほっこりキッチンを買うことが多いんですけども、えー、まあ、イオンにこう行くことがあってその日はオリジン弁当にしようということもありますまあほとんど行かないんでその一応今日好きな弁当として1つあげてますけども、えー、ちょっと回数としてはかなり少ないかなということですね年間で何回でしょうかね何回か行くぐらいのお弁当屋さんでもまあ好きは好きですね、えー、で量がねこう なんかのり弁みたいなんがあってのり弁ともう1個2つぐらい弁当買ってですねえ2つ食ったら持っていこうと思うんですけど食べ出したら、えー、1つで、えー、また夜に食べろみたいなこともありますけどねでもう1つがですね、えー、僕は墓参りにね月1回行ってるんですけどもその、えー、墓参りの、えー、帰りによる、えー、スーパー、えー、コープ、えー、西京ですねコープゼゼ店ですねここは結構大きいところで結構きれいな感じで。 品いいもよくてですね、なかなかかいい、ね、ほんで結構お客さんも多くてですねでお年寄りのお客さんが多いほんで弁当もやっぱりそのお年寄りがこう好むようなお弁当が多いかなと、えー、がっつり系もまああることはあるんですけどもそれよりも、えー、量よりもなんかこうちょっとこうおいしいものを食べたいというか,だから幕の内的な弁当とかそういうものがあるんで、えー、お年寄りにこう向いてるお弁当 お弁当が置いいてるかなと思います。コープはそういう感じですね、えー。です。ということで今日は4つですね。えー、まずほっこりキッチンですね。でご飯や弁当。でオリジン弁当。これは少ないですけど。ほんでコープ、えー。ゼゼ店の、えー、お弁当。お惣菜のとこのお弁当ですね。これはだから月1回ぐらい行くということになります。ということで今日は、えー、僕の好きなお弁当、えー、4選。 えー、滋賀県大津市瀬田ということについて瀬田というか自分が住んでるのが瀬田ということで滋賀県大津市ですねの、えー、についてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます